レンジャー殿。ドーベルマン、久しぶりじゃの。変わりはないか。ええ、そういえば先日は行動隊 A4 のメンバーには助けられました。レンジャー殿、その説はありがとうございます。はあ、隊長の野党の力じゃ。ノイルとデュリンも頼りになるしの。前衛が力を発揮できるのは後方をカバーするレンジャー殿がいるからこそでしょう。褒めても何も出んぞ。正当な評価ですよ。機会があれば私が教えを請いたいくらいです。めったなことを言うでない。ますます後方で隠居したくなったわい。隠居先にみんなが押しかけていくだけでしょうね。はぁ、そういえば今でもレンジャー殿の話は年少のオペレーターたちに人気らしいですね。長く生きていると人に語る話だけは増えていくからの。わしも子供たちに過去の話を伝えるのを楽しんでおるよ。機会があれば私も聞きたいものです。ドーベルマンが子供たちと混ざって話を聞く様は想像するだけで見応えがありそうじゃの。そうなると話す内容も考えねばの。ロドスの歴史などはどうじゃ。確かにロドスの古参オペレーターであるレンジャー殿からしか聞けない話がありそうですね。いっそ講義として座学訓練に盛り込むべきか。おっと、ますます隠居から遠のきそうじゃない。冗談はともかく真面目に実技でも教鞭を取ってはいかがですか。レンジャー殿に教えを請いたいオペレーターは多いはずです。わしのような老体にの。何をおっしゃっているんですか。血染めの谷の極東ともあろう方が。うん、若い者にはかなわんよ。レンジャー殿が本気を出したら若いオペレーターが束になってもかなわないでしょう。根も葉もない噂じゃよ。それに今は若者の時代じゃからの。今何かかっこいい呼び名の話してなかったか。血染めの谷の曲とクールで活かしてるな。なあ、若者の時代じゃよ。